皆様おはようございます。レイフレッセルナリです。2017年度4月が始まりました。ルミナスダイヤリーシリーズの、シーズン14、6年半の、ね、節目を迎えたということになります。春に関しては、ね、いつもの通り滝野の春キャンプになっておりますし、今年からはねちょっといろんなキャンプの装備もちょっと整えようかなと思っております。アナリティクスを見てみますと、キャンプの会がとても人気のよう で、私もねキャンプをやるときは結構ダラダラしてますけども、ね、積極的にこのシーズンはキャンプ会を撮影していきたいところです。ですが、ちょっと4月がね非常に忙しい時期でございますので、4月の間だけ、誠に申し訳ございませんが本編の会は1回のみとなります。撮影編集する時間はあっても撮影する時間がないっていうのが非常に、ね、残念な部分でございます。なので、5月から本気を出しますんで、今しばらくお待ちくださいませ。それではルミナスダイアリー本編シーズン14始まりでございます。じゃあまずは寝ます。そばだこれ。
Thank you.